皆さんおはようございます。ベンジマンサイです。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。今日は3年生常用漢字の勝負の部分けるですね、説明をしていきます。まず今日の字の特徴としては3点ですね。一つは縦長に書くということですね。でもう一つ、ここ左右対称に書いてもいいですし、左側に関してはちょっと行き過ぎちゃっても大丈夫という字ですね。この上いいでしょうか。左右対称でも OK で、左はちょっとのの字払いすぎちゃっても全然バランスは取れます。で続いて下ですね、ここここも左右対称に書けば別に全然いいんですけど、今日のように左側をちょっと余計に行き過ぎて斜めに押さえ直すとか、ここしっかりはみ出すっていうことをやる人に限ってはちょっと左側がスリムになってるんですが、いいですかね。この目の錯覚でそんなに極端に左右対称にしなくても中心が取れるというところですね。はい、それでは一画目から説明していきます。まず真ん中あたりからのの字、上が長いですね。下はあんまりはみ出ません。上を長くしてのの字で、そのままの流れでふっくら右上がりで、次またのの字で降りていきます。で今日の字は合流点がここですね。ここ後で出てきますが、合流点がここなのでのの字をちょっと長めに書いておいてここまで持ってきますね。はい、今日のお手本は同じぐらいの位置になってます。で斜めに押さえ直してまっすぐで、もしくは少し左の方に流しても大丈夫です。少し斜めになってても大丈夫です。で次ですね、ここさっきも出てきましたが、ここの合流点のの字の途中からですね、ふっくら右肩下がりに降りていってまっすぐで、はみ出すこと前提になっているので少し長めに書いてあります。ですかね、 こちらの線よりも長め、ちょっとだけでいいですよ。で幅を揃えてふっくら右上がりで引いていきます。で少し隙間を空けると大人っぽくなりますね。で最後ここの線は左側はみ出してふっくら右上がりで閉じていくと、はい、いいですかね。2箇所はみ出ております。でハの字ですね、はい、頭の高さも足の高さも同じです。できるだけこの目ですかね、目に近づけて書いてもらって、一度押さえて払うで押さえるという、で最後ここのここですね、ほんのちょっとだけ上のこのラインよりもはみ出すといいかなと思います。ですかね、本当にちょっとだけ上のラインよりも少しだけはみ出ると、はい、こんな感じですね。それでは書いてみます。でここのの字多少行き過ぎちゃっても大丈夫です。斜めに押さえ直す、合流点途中から幅を揃えてはみ出して、はい、こんな感じ。もう一度いきます。ちょっとやりすぎちゃいましょうか。ピッと、はい、だいぶやりすぎてます。はい、こんな感じですね。こちらやりすぎてもバランスはそれなりに取れてますね。はい、真似して書いてみてください。チャンネル登録お願いします。リクエストありましたらお願いします。それでは素敵な一日をお過ごしください。さようなら、さようなら、さようなら。